妙だ。なぜ撃って出てくる必要がある？みんな、力を借りるぞ。戦とは生き物。どのように動くのかは、その時にならねばわからぬもの。親子ともども、薄汚い反逆者になり下がりよって、恥を知れ。和を願うことが反逆か！おぉ！砕けよ。報われたと聞き、お力になりたいとこうして参りました。そんな、なぜあなたのような方がこんなバカなことを。バカなことではございません。ブラッハム公爵と共にミュダスの門へ逃走したのは約2個連隊。プレウロンに向かい逃走したのはこちらも約2個連隊です。ミュダスの門には1個連隊近い戦力が残っていたとなると、合わせて3個連隊。こっちは1個軍団3個連隊。兵数で言えば圧倒的な差があるが、あの要塞相手じゃ分が悪い。ミュダスの門は難攻不落の城塞。周囲をミダス川に守られ、その流れを利用すれば補給も容易。守るに安く、攻めるに堅い。これほど堅固な城塞は他にないだろう。しかし一個連隊は動かぬだろう。エレイン殿が呼びかければ、あるいは本意を示すやもしれぬ。本意までは望めなくとも規制を削ぐことはできよう。となると実際相手にするのは2個連隊ということになるのか。戦力としては約6倍。短期決戦に持ち込むにはギリギリだな。大丈夫、手は打ってあるから。門が開けばいいんでしょ。あとはエレインの頑張り次第でもっと楽になると思うけど、そっちはお願いしていい？声を限りに呼びかけてみます。彼らが動いてくれればそれだけ犠牲も減りますから。運が良ければ外と内から挟み撃ちってね。細かいことはあんたらに任せるよ。レオ、行くよ。終わりだ。これで
これも皆さんのおかげです。これが俺の選んだ道だ。この程度では足りない。バカな、敵軍の侵入を許しただと。誰の命あって門を開いた。ゼルザガン砦から落ち延びてきた兵の中に患者が紛れていたようです。おのれ、姑息な手を。それだけではなく、ブラッハム公爵、これ以上の抵抗はおやめになり投降してください。逆賊の手助けなど、エレイン殿、リューベック家の父君の名が泣きますぞ。私は家のためでもお父様のために戦うのでもありません。自分の信じたものを、民を守るために戦うのです。いたずらに戦果を拡大しようとする今のグリダマスに正義はありません。知った口よ。たかだか侵入を許しただけ。これ式のことでミュダスの門は落ちはせぬ。いや、落とさせはせぬ。ブラッハム様、予備役の兵も内部からこうして動いているようです。なんだと。カズバル、レオンハルト様。いや、レオンハルト、やはり来たか。なぜとは言うな。貴様の副官として戦っていた俺が前線にいられるわけなかろう。俺も問うことはしまい。貴様に譲れぬものがあるように、俺にも譲れぬものがある。貴様といい、ラージェンといい、リューベックの小娘といい、揃いも揃って体温ある王に剣を向け、祖国を裏切るだけでは飽き足らず、アマツさえグリダマスを滅ぼそうなどとは、この知れ者の逆賊どもが。今はどのような汚名も甘んじて受けよう。未来永劫を背負っていこう。だがそれでも捨ておけぬことがある。だから再び命を与えられたのだと思っている。こうして戦うために。わけのわからぬことを。そのそっくり叩き落としてくれるわ。参ります。Thank you.
終わりだ。遅れるな。皆さんの力をお借りします。滅する。わしのためにしっかり働いてもらうとするかの。参ります。間違っていたのだろうか。皆さんの力をお借りします。
そんな。無益な血は流したくない。引いてくれ。Thank you.
は。無益の血は流してくれ。死んでたまるか。辺境地もリグルスも貴様らも必ず滅ぼしてくれるわ。逃げるのか。逃げ足だけは早い世の子じゃのう。カシマル、私はグリダマスに使える一兵卒に過ぎません。その私が自国以外のことをなぜ考えられましょう。私には辺境地のこともリグルスのことも見知らぬ国や人のことを思いやることはできません。視野の狭い強小な人間であると罵られても、私はあなたのようにはなれないのです。レオンハルト様、グリダマスを、民をお願いいたします。聖堂を逸したのであれば、正しき道へお導きください。できる限りのことはすると約束しよう。だから後のことは心配するな。ありがとうございます。城塞内はほぼ制圧した。敵さんも外と内から攻められたんじゃお手上げだろう。城門が開いてからはおとなしいもんだったぜ。レオ、こんな時に言いたくはないのですが、ミュダスの門を失ったグリダマスの辺境地進行は難しくなります。いえ、ほぼ不可能と言ってよいでしょう。これで当初の目的はほぼ達成できたことになります。この先どうするのかお話しいただけますか。ルアナ、石膏と死者の手配を頼む。そう来ると思って手配済みよ。ありがとう。ここまでろくな休息も取らず強行軍を続けてきたんだ。少し休め。話はそれからだ。グンテル王は何とおっしゃっていた。陛下はレオに一任するって。必要なら今借りている兵については引き続きお貸しいただけるそうよ。まだ戦争するの？ごめん、エリス。君まで巻き込んでしまって。君をこんな危険な目に遭わせてるなんて知ったら、テオノール王に怒られてしまうね。そんなことないわ。防具ナインもいるし、レオはいつも私のそばにいて守ってくれるもの。約束したからね。どんなことがあっても君を守ると。私は平気よ。そうか。ルアナ、グリダマスの返事は？プレウロンに言ってもらったけど、梨のつぶてだって。おかしいな。
辺境地の足がかりは失うが、この辺りで手を打ってもいいはずなんだが。まだ何か策があるのかもしれない。策かどうかはわからないけど、ちょっと奇妙なことがあるの。グリダマスに送った石膏からゴブリンとオークの襲撃を受けたと報告が入ったの。それだけじゃなくて、プレウロンの周辺でもゴブリンとオークの姿を見かけたらしいの。プレウロンは辺境地に近いし、それだけなら別段おかしいことでもないが。そうなんだけど、ゴブリンやオークが徒党を組んでいるらしいの。それも誰かに指示を受けているのか整然とね。まさか、そんなはずはない。仲間同士でも殺し合いをするような奴らだぞ。奴らは少数の集団にこそなれ、徒党を組むなど信じられん。腹からの匂いがする。ボーグナイン、それってどういうこと？気になっていた。あの黒の騎士から感じていた腹からの匂い。あの者からは我と同じ人ならざる者の気配を感じる。お主と同じじゃと？それは聞き捨てならんの。ダルバは本来我らが目にすることのできる存在ではない。その本性は別の世界に属するもの、つまり神なのだからな。それが奴らの切り札というわけか。ラージェ様、一体グリダマスで何が起こっているのですか？私にもわからんのだ。あれはそう、黒の騎士が現れてから全てが狂い出したということくらいなもの。だがこれほどひどくなったのはつい最近のこと。そう、ちょうど辺境地への侵攻が決まったあたりからだな。あんたが封印を解いたせいかもな。ああ、そうだろうな。綺麗に時期が一致する。いずれにせよ、プレウロンを包囲されればさすがに交渉の卓につかざるを得んだろう。できればそれだけはしたくなかったのですが、グリダマス側が接触を拒んでいるからには仕方ありません。そうなりますと、どのようにしてプレウロンへ向かうかですね。このまま南下するのが最も近いルートですが、それだけに相応の備えがされていると考えるべきでしょう。今一つはミュダス川を迂回して側面から迫るルートが考えられます。多少遠回りとなりますが、こちらの備えはほぼないと考えてよいでしょう。今一つはウベルミルクを横断するルートが挙げられます。こちらのルートは完全に無防備な上、背後を取られたとあれば心理的に与える影響は少なくありません。ただ全ての兵員を輸送するだけの数の輸送船をこれから集めることは不可能です。必然的に最小人員での行軍となり、こちらが考えている以上の備えがあった場合のことは懸念されます。いずれにせよ、あまり時間をかければこれまでの優勢も無駄になります。備えをされる前にプレウロンを包囲する、それこそが肝心ではないでしょうか。